どうも皆さん、コンキキ、今日もアニメレビューの時間だよ。最近チャンネル登録者が増えたせいか、リュウさんの名前間違えとる人多いな。私は、リュウだよ。笹でも笠でもなく、リュウだからね。笠って漢字でリュウって読むのは、ちょっと難易度高いわな。CCB の人とか俳優さんとか議員さんとか、プロゴルファーの人とか、有名人もいるんだけどね。読みにくい名字って、かっこええんやけど、不便よな。私なんかお酒部屋で、説明が大変や。そんなわけで、今日のレビューはこちら、台風のノルダだよ。もう、台風の時期は終わったで。この作品、ノイタミナの映画作品として制作されてて、監督は、元ジブリでアニメーターをしていた、荒井陽二郎さんが監督を務めてる。おお、元ジブリ、めっちゃ期待感あるな。まあなんというか、ジブリの呪いと言うべきか、宮崎駿監督の呪いと言うべきか。いや、どういうこと？メアリと魔女の花だったり、最近だと、鹿の王もそうなんだけど、元ジブリの人がジブリを抜けて監督をした作品ってのは、最近ちらほらあるんだ。確かに。その肩書きよく聞くな。確かに作画、アニメーションは素晴らしいんだ。ただ、それだけって感じで終わってる作品が多い。ええ。この作品の作画と、アニメーションも本当に素晴らしいんだ。主人公は、学園祭の準備をしているんだ。主人公だけじゃなくクラスメイトたちも準備に追われてて、多種多様なキャラクターが、画面の中で所狭しと、描かれててるだけじゃなくて動いてる。一画面で、いろいろなキャラを動かすってのは、ジブリっぽい絵作りやな。うん、学園祭の雰囲気。そして、そんな中で訪れる台風。台風で帰れなくなった生徒が学校に泊まる展開からの夜の学校の雰囲気は素晴らしいものがある。ワクワクするやつや。この絵の魅力は本当に素晴らしくて、特に主人公が学校を駆け回るシーンだったりは、この作品の面白さが凝縮されてるシーンと言っていい。おお。ただ、それ以外のほぼ全てがダメなのがこの作品。メインキャラを演じる声優さんがいわゆる芸能人声優さんで、叫びの演技が本当にひどい。叫ぶ演技は演技力が出るところやからな。ラストシーンで盛り上がるはずのシーンなのに、魔の抜けた声と演技のせいで、盛り上がるものも盛り上がらないんだよ。それにも、ましてひどいのがストーリーなんだ。ええ。いわゆる、ボーイミーツガール的な作品なんだ。主人公は、子供の頃から続けていた野球をやめていて、そのせいで、幼馴染の男の子と喧嘩中。ほ。そんな主人公が、とある教室に入ると、裸で着替えている少女と出会うところから、物語が始まるんだ。なんで裸なん？そのあたりが、ふわっとしてるんだよね、この作品。30分しか尺がないせいもあるんだけど、いろいろと説明してほしいところを一切説明しない。ええ。あえて、見る側に考察させて、想像させて、補完させるストーリーになっちゃってるんだ。なんやろ、その手のはみる人を選ぶよな。この裸の少女、ノルダもいろいろと謎なんだ。裸で現れたかと思えば、台風の中で学校の屋上で謎の力を使って雷を受けてる。何がしたいん？この世界を再構築したいらしいんだ。あかん意味不明や。彼女は人ではなく、神の使いや、宇宙人的な何かなのは察することはできるけど、あとは想像するしかない。もやもや。彼女は、いわゆる人柱みたいなもので、首輪で支配されてるんだ。誰に？さあ、もやもやするわ。空の目、いわゆる台風の目と地球の穴を彼女が繋ぐことで、地球の再構築になるらしいんだ。ん？全部ふわふわでしょ？これ私が説明してないんじゃなくて、本編でもろくに説明してないから、脳内補完を常に強いられるアニメになっちゃってるんだ。なんやろ、よくわからへんわ。そんなごたごたの中で、主人公と幼馴染が仲直りして、二人で協力して、ノルダを助けるみたいな流れになるんだけど、その流れ自体は理解できるけど、どうしてそうなるのか、何が起こったのかが全然理解できない。常にふわふわやもんな。二人に首輪を壊してもらった、ノルダは宇宙船みたいなので、どこかへ帰っていくんだけど、彼女がどこへ帰ったのか、首輪を壊してもらった彼女が、この後どうなるのかも全部わからない。イライラするな。結局、30分っていう短編の尺でやるような作品じゃなく、本来なら2時間くらいでやるような作品なんだよね。長編映画の設定と、要素を30分の短編映画に持ってきちゃった感じなんやな。流行りのミュージシャンの MV みたいな感じなんだよね。MV なら名作になったかもしれないけど、短編映画としては、なんだかなって感じで終わっちゃう作品だったよ。ほなまた次回。